ガッキー、似合っていないメイクの時あるよね。特に CM とかかな。あれ？と思う。眉毛、目、チーク、リップ、すべての主張が激しい。メイクって大事だなと思いました。もちろんガッキーは可愛いんですけどね。メイクの CM なのに似合ってないことあるよね。まあガッキーに似合うかどうかじゃなくて、売りたい商品を濃いめにつけてもらってるから仕方ないけどさ。こういうメイクは北川景子の方が似合う。ガッキーは透明感やナチュラルさを売りにした方がいいよね。わかります。カラーレスなナチュラルメイクが一番好きだな。ドラゴン桜のガッキーはイマイチだと思った。ギャルサーもギャルみたいなメイクは似合わないのかな。その時のガッキーは申し訳ないけど可愛いと思わなかったな。その人に似合うメイクって大事だよね。ガッキーといえばマイボスマイヒーローだよね。この時めちゃくちゃ可愛かった。役のキャラもあるんだろうけど素朴な感じが一番いい。七尾、根元がもっと濃い方が似合うよね絶対。最初七尾って気づかなくて、あら綺麗な人って思った。落ち着いた雰囲気の美人って感じ。個人的には違和感ないけど七尾のイメージではないよね。男受けするのはナチュラルメイクかもしれないけど、七尾の場合男性ファンってあまり聞かないしね。だからやっぱり女性が憧れる強めメイクがいいと思う。パーソナルカラーは何だろう。悪くないけど老けて見える気がする。口紅や服の色が似合ってないのかな。確か春だったと思う。春なのか。このメイクと服はオータム寄りだもんね。同じイエベでもこんなに違うんだね。私春だけどイエベ秋が一番 NG。 ウィンターがセカンドの人はこのパターン。七尾もそのタイプじゃないかな。よくグルベ冬の芸能人の代表に七尾って書いてるから信じてた。でも違うの。まあ就職の服とリップは肌がくすんで見えるし老けて見えるね。あえてパーソナルカラー外してキャラ立ちさせる手法じゃないかな。七尾の場合は悪女キャラと顔タイプにウィンターのイメージが合ってるからスプリングとは分かりづらいね。カンナちゃんの顔立ちを全く無視した感じ。チークを薄くするかもっと外側に描いたら大人っぽいカンナちゃんになりそう。可愛いけどケバい感じになるね。薄い方が好き。トレンドメイクだからってこんなに素材殺したらダメ。一瞬橋本カンナってわからなかった。素材がいいだけについいろいろ盛りだくさんになっちゃったのかな。メイクレッスン行った時にトレンドメイクがお題だったけどこんな風になった。自分に合うメイクしなきゃね。日本だと濃いけど欧米とかだとこれぐらいのが好まれそう。童顔より大人っぽい方が受けいいし。これも可愛いけどちょっとやぼったく見えた。眉とチークかな。アイラインもどことなくおばさん臭い気がする。内側に引いてる感じというか。あの顔に生まれても似合う似合わないがあるのね。同じくらい可愛くても佐々木希は全部メイク似合うのに橋本環奈には似合わないメイクがいろいろあるよね。顔って不思議。似合わないメイクや服も等身で持っていけることもあるからね。武井絵美はシンプルなメイクよりもド派手なメイクが似合ってる気がする。ナチュラルを目指したのはわかるけどこれじゃ髪を結んだまま寝ちゃった人っぽい。顔の作りが華やかだからきっちりしたメイクの方が雰囲気出ていい。細眉で目元濃いメイクの方が似合うし美人が際立つね。圧倒的オーラでどこからどう見ても芸能人って感じ。自分も薄いメイクが全く似合わなくて結構濃いめにしてしっくりくる感じで不思議だった。最近ナチュラル系が流行ってるから困ってたけど自分に似合うメイクしてればいいか。目は可愛いけどなんか全体的に春の雰囲気に似合わない気がする。髪型ロングだったらこのメイクでもありかも。雰囲気変わるね。個人的には好きだけど春さんはガッキーみたいにあまり色のせない方がしっくりくる。派手なメイクもいいけどやっぱりシンプルなメイクの方が好きだな。でもこの人って元は派手な顔立ちなのにいつも主婦っぽい地味なヘアメイクでもったいない気もする。派手顔に派手なメイクで映える人と老ける人がいるよね。この人は持ち前の透明感もあって後者のような気がする。私は濃いメイクの方が好きかも。恋空で初めて見たから普通に可愛いギャルのイメージしかなかったのに今はナチュラル系になって逆に老けた感じがする。
佐々木のぞみは昔のギャルメイクがいい。わかる。けど年齢的にもうギャルは卒業だよね。この頃本当に最強だった。ナチュラルはナチュラルでいいんだけど、このメイクのまま年齢重ねてもいいと思うな。今の系統は似合ってなくはないんだけど、本領発揮できてない感じ。ナチュラルな感じより綺麗系の華やかな系統の方が美人が発揮されるからもったいない。今見ても前のメイクが最強だわ。細眉茶髪、似合う顔ってあるんだよ。めっちゃくちゃ可愛い。他がダメでも顔の可愛さで天下取れてた。またこのレベルが出てきたら茶髪細眉が再燃すると思う。トロンとした顔してるから、これくらい細い眉と強いメイクでちょうどよくなるね。流行りのメイクよりこのメイクの方が好き。ギャルメイクもだけど、濃いメイクの方が二重幅が締まって見えて好きだな。メイク薄いと二重幅が広く見えすぎてぼんやりとした眠そうな印象になる。どちらでも美人には変わりないけど。広瀬すず、何がいけないかわからないけど似合わない。なんか濃いんだよね。唇がリップラインより内側にくっきり塗ってるせいで小さく見えて余計に顎がごつくなる。コンディション悪い時の広瀬すずって感じ。ちょっと顔がむくんでいるというか、骨ストで首が短めだから V ネックだったらもっとすっきり見えるかも。目も眉も唇もチークも全て全力で仕上げた感じだからかな。この子くらい元の顔が整ってたら部分的に力抜くところ作らないと素材殺しになると思う。確かにすっぴんの方が可愛い気がする。作り込むともったいない。本人が赤リップ好きだからよくしてる印象だけど、もともと顔が濃いからなんか中華少女みたいになる。パーソナルカラー的には黒髪と赤リップ自体は OK のはずなんだけども、やはり目や眉を盛りすぎてるってことだろうか。多分オレンジをアイシャドウやチークに使ってるからあんまりパッとしないんだと思う。化粧の色味は強くない方が絶対似合うね。この雑誌の浅田姉妹しか思い浮かばなかった。舞ちゃんはこういうド派手な感じも悪くないような気はするけど、真央ちゃんは爽やかで清楚系な方が断然いいね。真央ちゃんは子供がメイクしたみたいな感じになってるね。園遊会の装いなんかはめちゃくちゃ気品があって美しかったのに。真央ちゃんのブルベ夏の良さ全消しの写真だね。メイクも服も上品な淡い色が断然似合う。真央ちゃんはメイクと衣装が本当に変なチンチクリンな時と素敵な時の差がありすぎた。メイクも衣装も本人が濃い赤がお好みのようだったけど、濃い色はあんまり合わない気がする。もったいない。二人とも綺麗でスタイル抜群なのになぜ変な化粧のせいで目がそちらに行ってしまう。前田敦子、濃い赤リップって老けて見える気がする。私はメイク濃いの似合ってると思う。イケパラの時のナチュラルメイクは似合っていなかった。前田敦子って変にこねくり回したりせずに普通のメイクしてる時が一番可愛い気がする。この人はメイクと髪型でかなり顔が変わるタイプの人だよね。なんか不思議な顔立ち。本田ひとみちゃん、金髪なのに眉の色が濃くてちょっと。髪色からメイクから何から何まであってなさすぎる。今って髪と眉毛の色を合わせるわけではないのかな。合わせるか、髪よりワントーン明るい眉マスカラ塗っちゃってるよ私。流行りについていけない年頃になってしまってる。でも流行りに乗るより顔周りの印象まとまる気がするので流行を追うの諦めるわ。似合ってないけどAKB の中で金髪の子って認知度はあるから、ある意味個性としていいんだろうか。 E-Girls の金髪の子も認知しやすかったから覚えやすくていいと思う。 AKB で知名度があるメンバーは最近だと柏木由紀ちゃんくらいしかいなかったし。オカメっぽくなってるよね。韓国では人気だったのかな。韓国で受けてたら韓国の芸能事務所からオファーがあったと思う。前のグループが解散した時、本人は AKB に戻るより K-POP のアイドルとして活動したかったみたい。だけどオファーなかったみたいよ。丸顔だから膨張色やめて前髪作った方が似合うと思うけど、グループの中で目立つから仕方ないのかな。吉岡里帆ってたまに本田翼のスタイリング意識してるって思う時あるけど、似合ってないからやめた方がいいと思う。本田翼はモデルだけあって骨格が綺麗でナチュラルメイクが似合う。吉岡里帆はもう少し自分に合ったメイクした方がいいと思う。
メイク濃くて小悪魔っぽい吉岡里帆好きだからもっと濃いメイクしてほしい。濃いのも色味によっては似合ってない。写真によって差が激しい気がする。濃い色でもブルベはなくてストロングオータムで決めた吉岡さんを見てみたい。浜辺美波に濃いメイクは合わない。最強に素材殺しのメイクになっちゃう。全く似合ってない感じじゃないけど、リップはベリーピンクとかローズ系の方が彼女の良さが引き立つ気がする。綺麗だけど何か変なのはわかる。いつもより面長に見えるし、眉毛とアイラインのバランスのせいかな。ヤンマガなどの青年誌に出てくる男性漫画家が描く美女に少し似てる。すごい美人なんだけど、いつもとイメージ違って見えるね。眉毛がたくましすぎる。儚げなメイクの方が似合いそう。美人ほど濃いメイクって似合わないよね。何もしなくても美人な人ってファンデーション塗って眉毛描くくらいで十分で、余計なことしない方がいい。その顔がもう完成品に近いからかもね。アイライナー、これもはや加工じゃない？こんなくっきり映るもんなのかね。ヘアメ担当した人が下手か、修正の人のセンスが悪いかって感じ。なんかコンセプトがあったのかもしれないけどね。今まで見たことない浜辺美波を見せるとか。でもこういうメイク似合うの七尾くらいじゃない。長澤まさみ、コフレドールの CM の時のアイシャドウ似合ってなかった。長澤まさみだと思ってみるとうーんだよね。全く知らない人だと思ってみたらこれはこれで綺麗かもしれないけど、エレガント系にすると昔っぽくなるのかな。流行りの色を乗せてるだけで似合ってないってほどじゃないと思う。まあ他の色のアイシャドウの方が良かったかもしれないけど、ってレベル。顔の美しさの方が勝ってる。日本の化粧品の CM って目を小さく見せるメイクしがちなんだよね。アジア人で目が小さいのにブルー系のアイシャドウ乗せちゃったり。一般人なら目なくなる。イメージとは違うけど、これはこれで美人だね。やっぱ綺麗な顔立ちだなって惚れ惚れする。北のキーのこの濃いメイク、メイクさん、なんでこれで行こうと思ったんだろう。可愛い顔をここまで消せるって、全てが似合わないヘアメイクなんだろうね。可愛いはずの子が占い師のおばさんみたいになってる。浜崎あゆみもぽっちゃりの時こういうメイクで出てたよね。少しでも顔を引き締めて見せたくて濃いメイクにしてるんだと思う。なるほど、引き締め効果か。でもこれはやりすぎ感あるよね。もったいない。土屋太鳳ちゃん、ふわっとしたヘアメイクよりはっきりした方が似合う。めちゃくちゃ綺麗な写真あったよね。しっかりメイクの方が絶対映える。コスメのポスターだったかな。すごく綺麗で印象に残ってるんだよね。口角の上がり方とか前歯の見せ方とか、メイクもふわっと幼くて可愛い感じを出したかったのはわかるんだけど、確かに全体にはっきりさせた方が合ってるんだよね。ちぐはぐな印象になっちゃってる。綺麗系の方が断然似合う。ふわふわ可愛いって感じより大人っぽくて綺麗な雰囲気の方が似合うね。本当に女優顔だよね。おでこ出すとレベル違いの美人になるよね。朝ドラの頃は前髪あってそんな可愛いとは思ってなかった。そう思うと化けたね。戸田恵梨香って表紙だと失敗されがちじゃない。メイクの力ってすごい。戸田恵梨香ってわからんかった。カラーレスですっぴん風な時が一番魅力的に見える。スペックの時がすごく可愛く見えた。表紙やメイクの画像はエアブラシをかけすぎてるのもあるかもね。肌は毛穴一つなく白くツルツルにして、メイクの色味は濃く見せたいからチグハグになるのかも。最近の戸田恵梨香は微妙。眉毛太めでナチュラルメイクだからかな。佐々木希と一緒で濃いメイクの方が似合う。眉毛細い方が似合うよね。あと面長だからボスとか流星の絆みたいにふわふわパーマのロングが似合う。今はちょっと痩せすぎなんだよね。宮崎あおい、濃いめのメイクあんまり似合わないよね。モード系が似合わない。これはギリギリ似合ってるかも。本人のテイストから大きくずらさず冒険したと思う。個人的には似合ってないなって思う。もともと目元がパッチリした人だから、アイラインにマスカラがっつりはケバくなりすぎると思う。似たテイストでもこの写真みたいにまつげしっかり上げてるならアイライン控えめにするとかのがいい。ほんとメイクは引き算だとわかるよね。確かに全部を濃くすると似合わないけど、
モード系の雰囲気は合わなくはないね。要は加減が大事ということ。長谷川京子、なんか怖い感じになっちゃってる。もともと童顔だし、もっとナチュラルな感じにした方が似合いそうなのに、どうして似合わないお色気系にするんだろう。眉毛が凛々しいを通り越してすごいことになってるね。リップも口紅ベターって感じで良さを消してる。色気は出ると思うけど、ドラゴン桜に出てた頃が一番好き。綺麗なお姉さんって感じだった。わかる。あの頃のイメージがあるから今のメイクが強すぎるように感じる。篠原涼子、濃いリップ似合わない。眉毛をキリッと整えれば改善すると思う。眉毛が悪いよ。イエベアキだからね。彼女はヌードかブラウンのイメージがあるな。なんでこんなにリップだけ目立つような色にするんだろう。元が綺麗なんだから濃いメイクしなくてもいいのに。ゴーリキアヤメは初期のシンプルなメイク似合ってなかったと思う。がっつりゴージャスなメイクが似合う。こういうモード系メイクが似合うよね。がっつりがハマってると思う。この人は個性的で不思議な魅力があるよね。子供っぽいボーイッシュなイメージが強かったけど、この路線が似合うのが意外だった。ランチパックよりもっと似合う CM があるだろうと思う。目の小さい人ってモード系の化粧似合うと思う。おしゃれ系になる気がする。のりかさん、メイクもさることながら髪型がすごい。姫カットにも程がある。眉毛が不自然すぎて気になるよね。左右で多少形が違っちゃうのは100歩譲って許せるとしても、高さ違いすぎない？眉が不自然、アイシャドウの色が黒すぎる、ハイライト不要、口紅の色が薄すぎる。もったいないな。吉高由里子、前髪ありとくせ毛っぽいのが向かないんだよね。前髪厚いのが似合わないのかもね。シースルーだとおでこが見えるから可愛く感じる。メイクと髪型でこんなに違うんだね。女優さんでもそうなんだから、一般人だとなおさらだよね。目力のある人はパッツンでもシースルーでもオールバックでも全部華やかで似合わせられるけどね。目が小さめであっさり顔の美人は気をつけないと一般人になる。食べちゃんとかなら目は小さめだけど目力あるからパッツンでも可愛い。厚めでオン眉って中リーサとか個性的な顔の人しか似合わないと思う。眉毛の雰囲気と前髪が合ってないのかな。眉を隠してみるとしっくりくる気がする。細いけど男っぽい眉の形してるからかな。高橋愛ちゃん、紫リップ本当に難しいね。プールで具合悪くなっちゃった子だね。徐々に出てくる女性キャラ以外似合わないよねこの色は。雪ぽよくらいしかしっくりこない。この色日本人で似合う人いないと思う。なんでこんな難しい色をあえて流行らせようとしてるんだろう。もっと万人に合う色を押せばいいのに。色白に紫は合わないと思う。褐色系でクールな顔立ちにアイメイクとか他の部位もがっつりやった上でなら紫にしてもそこまで浮かないかも。この人だけじゃないけど、日本のメイクはベースをただのっぺり白くしすぎなのかな。アイメイクが黄色なのもなんだか病人っぽさを増してるよね。黒人さんとかインド人は薄紫とか灰色がかった色でも似合う人多いよね。川島海香、これは非常に残念。これヘアメイク誰よ。センス疑うわ。コスメブランドの企画でアダルトに変身らしい。上品な感じにしたらよかったのにね。もっと可愛らしい感じが似合うのに。黒木メイサとかなら似合いそう。ピエロみたいな面白メイクになってんじゃん。この手のメイクが似合うのってモデル系でないとダメでしょ。これ似合う人がやればすごくいいと思うけど、海香ちゃんには違うと思うな。あやみちゃんがひどいことになってた。この人芸能人のパーソナルカラートピでブルベ冬と言われてる。ただ黒が似合わなくはないにしても、こういう風に全部黒一色にしちゃうと負けちゃわない。あやみちゃんは春だよ。冬と間違われるということは春ビビかな。だからケイトのイメがしててもメイクに負けがちだし、このオールブラックで闇落ちしてる。やっぱり春だよね。顔も綺麗というより可愛い系だよね。だからダークな世界観やブルベ冬全開の雰囲気にはこれ本当に似合ってるのって思って違和感があった。ソフトマットな感じが似合うから夏秋か秋夏って診断見たことあるけどな。確かに冬ではないと思う。おでこの形がオールバックにあまり向いてない感じだね。
深津絵里さんなら似合いそう。三好彩香、元が超美人なのに何かが合わない。メイクのせいで老けて見える。ロングヘアの方が似合いそう。黒いドレスに赤リップでブルベ冬っぽくしてるけど、ブルベ冬じゃないんじゃない？意外と顎周りがシュッとしてないから、強調する長さの髪は似合わないと思う。もっと長いか、逆に両サイドすっきりさせた方が良さそう。せっかくこんなに綺麗なのに、最後の仕上げがもったいなかった。顔がどちらかというと丸みのある柔らかい印象だから、シャープすぎる髪型が似合わないのかな。直線的なスタイリングよりも、もう少し毛先散らせて動き合った方が合う気がする。ウィンターに寄せたクールなスタイリングが多いですが、個人的には柔らかいスタイリングの方が好きです。斉藤飛鳥のこのメイク、なんか似合ってない。本当だ、メイクが似合わなくて可愛さ半減。前髪とアイブロウが中途半端なんじゃないかな。ピアスが緑なせいで、全く違う色を3色も使っちゃったように見えるせいな気がする。そうだね、緑を隠したらそんなにおかしく見えない。そういうの分かる人ってすごい。色センスがいいのかな。ボーグガールの本田翼さんのメイク、ファーストサマーウイカ見たい。本田翼、なんかこのヘアメイク老けて見えるね。眉以外メイクしてる。テレベル、本田翼の良さを全て消してしまっている。綺麗なアラフォーに見えるんだが、血色なくて病人っぽいね。男がやる女装風メイクって感じ。髪の毛ふんわりよりちょっとモードな方が似合いそう。逆にブスになってる芸能人のメイクをご紹介しましたが、どうでしたか？あなたが思いつく芸能人もぜひお聞かせください。皆さんからのコメント毎日参考にしています。このチャンネルではガールズチャンネルの有益トピをまとめてご紹介しています。チャンネル登録、高評価してもらえると嬉しいです。また次回のまとめでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。